今朝鳥取市内で行われた指導取り締まりは、自転車も道路交通法上の取り締まり対象であることを広く知ってもらおうと鳥取県警が行いました。並びになって運転したら死角が増えたりして危ないんで気をつけてください。交通ルール違反をしていた人には自転車指導警告票が手渡されました。自転車指導警告票は信号無視や2人乗りなどの悪質な違反をした際に警察から手渡されるものです。罰金などはありませんが、鳥取県内では去年1年間で798件が交付され、最も多かった違反は並んで走行する並進で293件だったということです。道が塞がれるのはもちろんですし、それぞれの運転する方々の視覚も非常に大きくできやすいので、危険な違反として認識していただければと思います。また取り締まりと合わせて今年4月から努力義務化されたヘルメットの着用についても呼びかけが行われましたが、自転車かごに入れているのにヘルメットをかぶらない高校生の姿が多く見られました。鳥取大学の自転車同士がぶつかった事故現場です。現場は少し傾斜の強い坂道となっています。昨日鳥取市では鳥取大学の校内で大学生が運転する自転車同士が衝突し、女子大学生1人が意識不明の重体になる痛ましい事故が起きたばかりです。現場は傾斜のある坂道で、女子大学生は坂道を上り、もう一方の男子大学生は坂道を下っていました。警察によりますと、現場付近にヘルメットは見当たらなかったということです。髪型が乱れちゃうとか、つけづらいっていう方もいらっしゃると思うんですが、自分の命を守るため、こういったものをしっかりと認識していただくっていうのが大切かと思います。自転車を運転するということは、自分を含め人を傷つける恐れがあるということをしっかりと自覚し、乗る際は運転に集中することが大切です。